シュルクメナバートはトルクメニスタン第二の都市であるレバプ州の州都ソ連時代にはチャルジョーの名で知られたチャルジョーとはペルシア語で4つの小川の意味であったアムダリア川の土手に位置する都市約225キロ南西に丸200キロ南東にケルキウズベキスタン共和国の国境に近く100キロ北東にブハラが位置している西には カラクム砂漠が広がる。鉄道がウズベキスタンのヌクスやウルゲン地に通じている。綿織物、絹織物産業が盛ん。1886年、南下政策を取るロシア帝国によってカスピ海横断鉄道建設で作られた町である。鉄道とアムダリア川が結ばれる箇所のため、水運、陸運の交差点として重要な役割を果たした。 しかし上流における乱開発のためアムダリア側の水位が低下、現在はその役割が果たされているとは言い難い。ソ連時代はアムダリア地方の肥沃な土地が生む農作物やその加工業、綿花栽培や絹などの織物業で栄えた。しかしソビエト連邦の崩壊後はそれらのアシュガバートへの移転が進んでいる。独立後にチャル城からトゥルクメナバートに改称された。 ありがとうございます。